有機農業推進協議会とか、そういう名前でね、いろんなところで活動している方たちがいっぱいいるんだけれども、まあ、俺も一つそういうところに所属して、近くで見てきて活動してきたんだけれども、だいたいやる活動っていうのが、シンポジウムとか、なんかこの、そういうものに触れる、認知してもらう消費者との交流とか販売会とかそういうことなんだけれども、まあ、それも大事なんだよね。すごく大事なことなんだけれども、もうさ、そういう段階じゃないぐらいさ、じゃないかなって、そこじゃないんじゃないかと。有機農業を推進するために、広めるために、要は有機農産物が売れて、有機農家がちゃんと儲かって、で、継続できて、また消費者の方に買ってもらえるっていう、そういう循環を作るためには、その認知度を上げるっていう段階じゃないと思うんだ、今の日本は。俺がやっぱ必要だと思うのは、皆さんのお財布の中にお金が残ってる、そういう社会状況にならなきゃいけないと思うのよ。要は、景気が良くなって、税金とかでも、まあ、多く取るなら多く取ってもいいんだけども、正しく使われて、ちゃんと世の中に回って、みんなの可処分所得がちゃんとあった上で、多少高い有機農産物を購入できるっていう状況にしなきゃいけないと思うのね。だから、まず有機農産物って高いじゃん。高いんだよ、やっぱり。ね、だけども、それはちゃんと味がいいとか、香りがいいとか、環境にいい、健康にいいとか、いろんなそういう、メリットもあるんだ。値段相応の理由もあるんだけれども、なんだけれども、ね、実際にスーパーで10円つか5円でも1円でも高ければ、やっぱり、ちょっと買うのためらうじゃない。やはり最近物価高が続いてる。で、そういうの敏感になってる。ずっと30年ぐらい、30年もっとかな。ね、ずっと不景気が続いてると。そこに賃金が下がり続けたところに、物価高が来て、10円でも5円でも1円でも上がると、やっぱ、買おうっていう気持ちが失せてくるじゃん。そういう社会状況なの今。そういう状況において、まあ、10円20円高い有機農産物とかさ、ものによってはもっと高いかもしれないけども、そういうものを手に取ろうか、消費者がそう思うかと。有機農産物っていうことは、周り食べてなかった人でも頭にあるんだけど、どういうものかなって思っても手に取る機会が少なくなるじゃん。みんなのお財布の中に可処分所得が少なくなってれば、手に取るっていう機会が少なくなってくる。お財布厳しいし、お金ないし、ね、ここで節約しないとなって思うと、やはりちょっとでも高いものは買わないと。特にの農産物っていうか食べ物は、本当にね、10円20円上がっただけで、俺もスーパー行ってさ、ああ、高くなったな、買わないかな、今回いいかななんて思うんだよね、やっぱね。俺もお金ないから、そう思うんだって、やっぱりさ。うん、俺の場合は身近に自分で作った野菜があるから、このカメラに映ってないところでもあるんだけどもね。だから有機農産物食べてるけれども、これが全部サラリーマンの給料で自分のそのお金から農産物を買わなきゃいけないっていう人からすると、可処分所得、少ない状態、景気が悪い。この状態で10円、20円高い農産物をね、有機農産物をいいと分かってても、やっぱ買えないよねっていうさ、いう流れは出てくるじゃん。もうなってるじゃん、そういう状況に。だからそうならないようにする活動をもう合わせてしなきゃいけないんじゃないかなって。認知度を上げるためのね、交流会、シンポジウム、販売会もいいけれども、そういうのをやんなきゃいけないんじゃないかなって。っていうことで考えれば、やっぱり、署名欄に集めて減税してくれとか、政府の党とか、その行政関係とかに負担を軽くしてくれと。国民の負担を軽くしてくれと。令和4年度の国民負担率は 48.4% っていう確定値が出たんだけども、ね、ネットの方で出回ってきて、俺も耳に入ったんだけど、まあ、約半分、終了に来た分の半分は、税金とか社会保険料とか、まあ、いろんなもの含めて、半分は税金というか持っていかれてると。48.4% は持っていかれてるという状況で、30万円、会社から給付されてれば、その15万円、ね、持っていかれて15万円で生活しなきゃいけない。その中で、やっぱり10円、20円って高い農産物を、ね、有機農産物を買うかっつうと、やっぱ買わないよ。やっぱり。いくらいいものですよとかメリットとかさ、喋ってもならないの。国民の生活が良くならなければ、買ってもらえない。だから、まあ、今度 YouTube のね、伸ばし方とかの話でもしようと思うんだけれども、こういうふうにビジネスをやるってなれば、やはり買ってくれる末端のエンドユーザーが儲けるような状態にならなきゃいけないわけじゃん。ね、
買うメリットを示してはいる、有機農産物は。だけども状況的にはそうなってない。エンドユーザーの生活が厳しい。だから我々が作っている有機農産物高い、ちょっと高いと。ちょっとお金多くもらうと。ね。そういうものに関して買ってもらうためには、エンドユーザーが買えない理由は何か。それはやはり可処分所得が下がっている。景気が悪い。で、国民負担率も上がっているっていう状況があるんだから、そこを改善してくださいっていう、減税をしてほしいっていうことを、やはり有機、その有機の、有機、有機農業推進協議会とかね、あ、俺にも何か所かあるんだけども、ね、その一つにも所属してたんだけども、そういうところで声をまとめて上に上げていくっていう活動もしなきゃいけないんじゃないかなって思うのね。で、有機、やっぱり有機農業の団体さんでも、やはり今の政権、与党の自民党とつながってるところ、仲いいところあるのよ。俺知ってるんだよ、そういうのも見てて聞いててさ、ってね。だけども、結局のところ、景気が悪い時は減税するっていうのが中学校の教科書で習うはずだ。俺は習ってるよ、中学校の時に。それをやらないで逆に増税してきたわけじゃん。で、国民の生活が苦しくなって、いよいよもう無理ですっていう状況になってきてるんだけれども、なってるんだけども、それを改善してもらえるような働きをして、景気を良くしろと。上に声を上げて、で、景気が良くなってくれば、ね、何も補助金も何もいらないのよ。勝手にやって、みんなにお金持ってれば、いい値段でちゃんと売ることができるの。経験良くなれば、お金の巡りが良くなれば、いいわけさ。だけども、その逆を政府はやってきたわけだ。自民党はやってきたわけだ。他の政党もあるけどもさ、協力してるところね。そのやってきたわけだ。自民、公明とかね、いろいろ、まあ他にも隠れ自民とかっていうのもあるけれども、ね、そういう風な、方たちに、これじゃ、消費者がお金がなければ、俺らのビジネスうまくいかないんだから、みんなのお財布が、可処分所得が増えるように、お財布の中のお金が増えるように、景気を良くするようにやってくれと。で、中学校で誰もが習う不景気には、減税、加熱気味の時は増税っていう、その逆をやってきたのを逆転させてくれっていうのを、俺は有機農産物とか、推進協議会とかそういうね、推進する人たちも、有機農業を広めたいって人たちも、やらなきゃいけないと、俺は思ってるのさ。で、俺なんかはまだまだ、弱輩者とかね、年齢若い方だから、まあそんなことを言ったところで、そういう場にはね、60、70とかね、まあ、自民党の支持者さんの方たち、頑固なつが、強固な支持者たちがいるんで、声は通らないと思ったんで、そこを辞めさせてもらいました。別の理由つけて辞めたけれども、本当のところはここでやってても有機農業は広まらない。そう思って、で、俺は俺で有機農業っていうものを広めるためには、YouTube っていうのは必要かなと思って、個人でやろうって思いました。だから、やっぱそういうところ、みんなのお金があれば、だって、お金があれば高くてもいいものを買おうと思うじゃん。有機農産物がさ、いいものだって分かってる人はいっぱいいるんだけども、でも実際お金がなければ買えない。だけどお金があれば買ってくれる、買おうって思う人もいると思うんだよね。だからそういうところも含めて活動していかなきゃいけないんじゃないかなって、有機農業を広める人たちはね、政治に対して補助金ください、援助してくださいとかさ、そういうんじゃなくて、政治に対しては景気よくしろと。お客さんたちにお金がある状態を作ってくれ。景気を良くしてくれ。お金の巡りを良くしてくれ。そうすれば、あとは俺らでいいものを作って、イベントなり何なり開いて販売してやっていくからっていう風な活動を俺はしてほしいなって思うの。だからこの動画も一つ俺はその活動の一環だと思ってるんだけども、まあでも、俺の一人の声じゃね、まず無理だろうな。顔出してさ、名前も本名で出してさ、佐々木洋平って名前出して、ね、自民党の、まあ、ここおかしいよねっていう批判をするっていうのがさ、どれだけリスクあるかっていうのは分かってるけど、もう我慢してできないじゃん。こんな状況で。リアルのビジネスはもう終わりだよ。日本の中ではね。こんだけ景気が衰退してみんながお金持ってないって、そういう状況において、家も車も食べ物も、空腹もどんどん売れなくなっていく。その売れない、その中でリアルビジネスを続けるっていうことはね、すごく俺無理だと思うんだ。青森県から伊東洋華堂撤退すること決まったけど、今年度、2024年度の間にね。そういう風に、伊東洋華堂は海外に行けばいいから、いいけれども、コンビニもあるし、そっちが好調だから、で、海外にも行けばいい。だけれども、国内に残るしかない我々とかね、そういう中小零細はどうすればいいのかって、国内の景気が良くならなければ、内需が盛り上がらなければ、ビジネス商売できない。そうするとサラリーマンも仕事がなくなっていくと。で、安い仕事しかなくなっていって、じゃあそれどうするのって、AI でやらせるのか。まあ、それはそれでもいいんだけれどもね。
うん、やるならやってもいいんだけども、そしたら今度外国人労働者を入れるとか、じゃあ国民、日本国民はどうするのっていう問題も出てくるし、だから、ね、いろんな問題に広がっていくけども、とりあえず今回有機農産物だからね、戻すけども、有機農産物を売れるようにするには、国内の景気、内需をまた盛り上げて、で、みんなのお金、ある状態になれば、俺はそれで、あとは農家の努力で、そういう推進協議会みんなで集まって、ビジネスしましょう。売りましょう、イベント開いてみんなに知ってもらいましょうってやればそれで十分いけると思うの。だけどもその根本となる景気が悪い、可処分所得が少ないっていう状況では難しいんじゃないかなって。で、推進協議会の方もそういうイベントばっかりやるんじゃなくて、景気のいい頃を覚えてる人たち、経験した人たちだから、それでいがったのかもしれないけど、昔は、今はそれじゃダメだから、みんなの生活が良くなるような声を拾い上げて政府の方に、行政の方に上げていくっていう活動も同時にやらなきゃいけないんじゃないかなって昨夜思ったんで動画にしました。皆さんはどう思うのかなって、俺の気持ちは話しました。皆さんはどう思うのかなって思って、まあ気が向いたらコメントでも教えてもらえたらいいなと思います。